電撃です。こんばんは、ニュースプラス時事ミレイです。アメリカのバイデン大統領が20日ウクライナの首都キーウを事前の予告なく訪問し、ゼレンスキー大統領と会談したニュースが話題になっています。バイデン大統領に同行したのは最小限のスタッフと記者団だったようですが、アメリカってこういう情報は漏れないというか漏らさないんですよね。イタリアの女性首相メローニさんも同日20日こちらもキーウでゼレンスキー大統領と会談しているはずなので、 G7 首脳の中でまだキーウ入りしていないのは日本の岸田首相だけになりました。そういえばドイツ訪問がまだなので、ドイツへ行くついでにキーウへというのもバレバレですし、そもそも日本は国会の縛りがきついし情報は漏れやすいしで、ひょっとして行かずじまいで5月の G7 広島サミットを迎えるのかも。ただ岸田首相は20日バイデン大統領のウクライナ訪問と同じタイミングの発表だったのですが、ロシアのウクライナ侵攻から1年を迎える24日に G7 首脳が参加するオンライン会議を開催すると発表し、その会議にはウクライナのゼレンスキー大統領を招くと表明しています。さらに岸田首相は同日ウクライナに55億ドル、およそ7383億円規模の追加財政支援を行う意向も表明し、今海外の掲示板ではかなりの絶賛を浴びている様子です。情報漏洩や警護の問題など日本には日本の事情があるのですが、海外からすればある意味印象が全て、またお金だけということにならなければいいのですが、こちらではバイデン大統領のウクライナ訪問や日本のウクライナに対する巨額支援への海外の反応などを見ていきたいと思います。アメリカのバイデン大統領のキーウへの電撃訪問、私ももちろんとても驚いたのですが、世界にも大きな衝撃を与えている様子です。それはあのお年でということもありますが、訪問先が空襲警報が鳴るくらいの紛争地域、しかもアメリカ軍が駐留しない地域への大統領の訪問は極めて異例です。ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻開始から1年を前にしたこの時期だからこそのキーウ入りなのだと思いますが、実はこの計画は数ヶ月前から計画されていたそうで、NHK によると最終的な決断は直前の17日金曜日に行われたということです。もともと事前の発表ではバイデン大統領は20日午後7時にポーランドに向けてワシントンの空軍基地から出発する予定でした。しかし実際にはすでに前日の19日日曜日の午前4時過ぎにはワシントンから飛び立っており、その後ウクライナの隣国ポーランドに到着し、列車で10時間かけてキーウまで移動、現地時間の20日午前8時にキーウに到着したということです。その後はニュースで報じられていたように、ゼレンスキー大統領との会談や慰霊碑への献花を行い、それら数時間の滞在後、同日昼過ぎには再び列車に乗ってキーウを出発、その日の夜にはポーランドの街に戻ったといういわゆる強行軍、本当にお疲れ様でした。80歳のバイデン大統領にとっては列車での往復20時間はかなりきつかったと思うのですが、それよりも気になったのは、もしウクライナ側からこの情報が漏れていたらと思うだけでかなりのリスクを感じます。それゆえあらゆる面で今回の訪問はかなりの凄みを感じるのですが、もっとすごいと思ったのはこの情報をロシア側に伝えていたということです。偶発的な事態を防ぐためなのかもしれませんが、やれるならやってみろという印象にも受け取れるため、このあたりの一連の流れ、個人的にはまるで映画か何かの世界です。ところでバイデン大統領は、ウクライナへの新たな軍事支援を5億ドル、およそ670億円上乗せすることを表明したのですが、兵器の内容についてはサプライズはなかったようなので、今回のキーウ訪問の主目的は、ウクライナ支援でダントツ1位のアメリカ、しかも国のトップの大統領が、直接危険を顧みず自国軍が駐留していない紛争地域を訪ねたのですから、今ロシア軍に押されているウクライナ軍やウクライナ国民の士気が上がらないはずはありませんよね。このような決断はアメリカだからできるのかもしれませんが、考えてみればこれって国の大小には関係ありませんので、
今は後手後手感が満載の岸田首相も事情は終わりだと思いますが、世界の目を意識するという意味でもっと見習っていただきたいと願います。ただ今回のバイデン大統領の訪問にはもちろんアメリカ側の思惑があるのも事実です。今アメリカではウクライナ支援は重要とされる一方で、血税をこのままずっとウクライナにつぎ込むことへの反対の声が日に日に高まっている状況です。例えば AP 通信が行った最新の世論調査によると、去年5月の統計ではウクライナへの武器供与への賛成が 60% に上っていたのですが、最近は 48% にまで減っていると指摘されています。これはアメリカだけでなく、もっと親身にな、しかるべきヨーロッパにおいても、ウクライナへのいわゆる支援疲れが表面化してきており、この戦争が長引けば長引くほど、ウクライナにとっては厳しくなることが予想されるように思います。バイデン大統領は今回の電撃訪問で、欧米の支援が今後減速するとのウクライナ側の懸念を払拭し、対ロシアで結束する姿勢を改めて示した形になっています。またバイデン大統領はアメリカは必要な限りウクライナと共にあると述べ、ウクライナ部隊の英雄的な戦いを称賛し、先にも少し述べましたが5億ドル、およそ670億円の軍事支援追加を約束しました。また映像では戦没者が追悼されている聖ミハイル修道院に両首脳が到着した時にちょうど防空警報が鳴り響くシーンも映っており、厳戒態勢のキーウと相まってこの地はかなり厳しい状況であることがうかがえます。キーウではバイデン大統領とゼレンスキー大統領が並んでスピーチをしていたのですが、ゼレンスキー大統領からは、我々は2023年を勝利の年にできるし、またそうしなければなりません。ここで強調したいのですが、ウクライナ、ヨーロッパ、そして民主主義社会に対するロシアの犯罪的な戦争は、ウクライナの領土すべてをロシアの占領から奪還し、ウクライナやヨーロッパ、世界の長期的な安全保障を確固たるものにすることで終えなければなりません。そしてバイデン大統領からは、プーチン大統領の侵略戦争はすでに失敗している。ロシア軍は一度は占領した土地のおよそ半分を失った。そして何万人もの若く才能あふれるロシア人は、こんなロシアには戻りたくないと逃げている状態だ。プーチン大統領は我々に勝てると思っていたはずだ。でも今はそうは思っていないだろう。ウクライナは極めて大きな重荷を背負わなくてはならず、また今まであまりにも大きな犠牲を払ってきた。そう、あまりにも大きすぎる犠牲ですと語っています。ただ一方で、武器支援の遅さについて疑問視している声もあり、それはウクライナが望んでいるのは、戦争に勝つための武器だということです。補足すれば、ウクライナが欲しい武器は生き残るためだけの武器ではなく、戦争に勝つための武器だということです。それについてはアメリカのシンクタンク戦争研究所 ISW も指摘していましたが、西側の兵器供与、例えば戦車や長距離ミサイル等ですが、ウクライナに供与するタイミングが遅すぎるという話はよく聞くところですよね。未だにウクライナが求める射程300キロの地対地ミサイル ATACMS の話は全く出てきませんし、戦闘機についてもかなり渋い印象です。今のところバイデン大統領はそのレベルの支援を行う用意をしていないようですが、ロシアはウクライナの消耗待ちを狙って長期戦に入る構えなので、時間はウクライナの味方になってはくれません。これについてはアメリカのマーク・エスパー前国防長官も同じことを述べていたのですが、 NHK のワシントン支局の取材によると、エスパー氏はプーチン大統領は賭けに出ていると言及しています。具体的にはプーチン大統領は西側の政治的物質的支援がある時点で弱まると踏んで、それを見越した戦略を立てているとのことでした。またエスパー氏はプーチン大統領が核兵器を使用するとは思わない。なぜなら彼は国家としてロシアが脅威にさらされれば核を使う可能性があると述べたが、誰もロシアの人々にも政府にも脅威を与えていない。なのでこちら側が過剰な懸念を抱いたり自制したりするべきではない。ロシアの核使用を気にするあまり、ウクライナに対して
少しずつ武器システムや兵器を供給するやり方はウクライナが負けないようにするには十分でも、ウクライナが勝つためには速さが足りない。ほとんどのアメリカ国民、そしてほとんどの連邦議会議員は不当に領土を侵略し脅しをかけるような大国から若い民主主義国家を守る重要性を認識している。ロシアは今まさに春の攻勢をかけようとしている。私はとにかく武器や弾薬の引き渡しが加速することを願っていると語っています。 NHK の取材によると、エスパー氏はロシア軍はウクライナで戦闘機や戦車、弾道ミサイルなどを好きなように使っているので、ロシア軍が使っている武器の分だけロシア側に聖域を与えてしまっていると指摘していたということです。本当にいろいろと考えさせられますよね。私も使う使わないはさておき、使用できる準備をすることが逆に抑止につながるかもしれませんので、このことからもウクライナが望む兵器をできる限り迅速に供与してほしいと願っています。ところで今回バイデン大統領がキーウ入りした狙いは、ロシアのプーチン大統領の年次教書演説が現地時間で21日の正午、日本時間で21日18時に行われる予定であり、バイデン大統領はその前にキーウを訪問してプーチン大統領が目論む国民の結束力を高めるという規制を削ぐ目的もあるようです。20日夜放送の報道1930に出演されていた防衛研究所の兵頭慎治氏が興味深いことを指摘されていたのですが、兵頭氏曰く、バイデン大統領の演説はおそらくポーランドのドゥダ大統領と会談した後になる可能性が高いそうで、それはプーチン大統領の年次教書演説の後のタイミングになることから、プーチン大統領の話す内容に被せることが可能とか。つまりプーチン大統領の年次教書演説をキーウ訪問とポーランドでの演説で挟むことにより、プーチン大統領が話すと予想されている欧米批判、この戦争の正当化、長期戦に向けての国民の結束などの内容を一旦受けた上で、バイデン大統領が独自のメッセージをポーランドから発信するメリットがあるそうです。確かにそう考えると、キーウ訪問からポーランドでの演説までの流れは数ヶ月前から計画されていただけあって、かなり緻密です。さらに2月20日はアメリカでいう大統領の日、すなわち大統領を称える祝日でもありますので、バイデン大統領の存在感をさらに高める絶好の日、このあたりも計算され尽くしていますよね。先日はドイツミュンヘンでの安全保障会議にてハリス副大統領やブリンケン国務長官が現地入りしていましたが、アメリカが一丸となってヨーロッパに関与している象徴的な行動、思えば昨年12月21日にゼレンスキー大統領が訪米した時のタイミングも絶妙でしたし、こういうニュースを読んでいると外交の凄さを感じざるを得ません。キーウ訪問は数ヶ月前から予定されていたとのことなので、ひょっとしてゼレンスキー大統領の訪米の時から計画を練っていたのかもしれませんね。もう一つ言えば、12月のゼレンスキー大統領が訪問してから戦車供与の話が現実になったことからも、今度は長距離ミサイルや戦闘機についても早く現実化してほしいところです。それにしても、今日21日に行われるプーチン大統領の年次教書演説はバイデン大統領のキーウ訪問を見てどのような内容に変わるのでしょうか。まあ変わらないのかもしれませんが、確実に言えるのは、それ見たことか、結局我々が戦っているのはウクライナじゃなく NATO なんだと強調するネタに使ってくるのかもしれません。そうすれば相手は兄弟ということで、今苦戦している言い訳にはなりますし、さらなる動員やはたまた大統領選が吹っ飛ぶ戒厳令の発令、そして戦争を長期戦にすることを正当化できますからね。ただ国民が納得するかというと、それは筋が違うと思います。多分ですが、今まではウクライナへの軍事作戦ということで渋々賛成していた国民も、すでに帰ってこない動員兵というか消息不明の動員兵が今は多くなっていると思いますので、そんな国民が
欧米と戦うことになったと聞いて一旗あげようなどと動員に積極的に手を挙げる国民がどれくらいいるのか疑問です。きっと話が違う、もしくは聞いてないよとなるのが関の山ではないでしょうか。ただでさえロシアでは日に日に戦争に反対の声も高まっている印象ですし、今度動員があれば国外へ脱出するというロシア人も一定数いるようなので、今日の演説はプーチン大統領にとっても試金石になるのかもしれません。またプーチン大統領は今日の演説でロシア国民を何とか結束させようと画策してくると思いますが、その前にバイデン大統領が西側の結束、しかもゼレンスキー大統領が激戦区バフムトに行って訪米したのと同様に、アメリカの大統領が危険を顧みずにキーウ入りしたという衝撃は、プーチン大統領にとってはいわば結束の二番煎じ、しかも口だけになりますので、きっと面白くないに違いありません。このあたりの駆け引き、本当にすごいですね。そうなるとやっぱり日本は、岸田首相はということになるのですが、日本は今できる精一杯のこと、お金による莫大な支援を20日に岸田首相が表明しています。冒頭でも述べましたが、その追加財政支援額はなんと55億ドル、およそ7370億円。日本では賛否両論あるようですが、この金額に好意的な海外の反応がとても多く入っていましたので、こちらをご紹介して今日は終わりたいと思います。日本は天然資源がない国なのに、どうしてこんなに多くの支援ができるんだ。何にせよグッジョブです。そしてバイデンはウクライナを訪問してウクライナの士気を高めてる。ウクライナ万歳。インドは恥を知れ。彼らは未だにロシアから石油を買い続けてるんだから。日本は未だ中ロに片足を突っ込んでるように見えるんだけど、今回の支援を見る限り完全にアメリカと足並みを揃えるつもりだね。日本の国土の大きさとウクライナまでの距離の遠さを考えると身の丈以上に大きな支援だと思います。でも日本は世界第3位の経済大国なんだぜ。かなりの大国だと思うんだけど、さすが日本、多額の投げ銭をしたようだね。日本を見直した。お金も大事だからね。特にこの戦争によって発生した人道的、そして財政的危機へ当てるのにかなり役立つと思います。日本には巨大ガンダムを寄贈してほしかったんだけど、日本からの支援がここに来て一気に加速したようだね。ウクライナには早く勝ってもらわなくてはならないということなのかな。北方領土を早く取り戻したいんだろ。この動きは日本だけじゃないよ。欧米も支援を一気に加速させているようだ。今年の1月だけで去年のどの月よりも多額の支援がウクライナに約束されたんだよ。それに加えてウクライナを G7 に招いてくれるんだよね。すごい支援だと思います。すごい金額。日本を尊敬する。日本は素晴らしい同盟国です。日本の支援なんて大したことないよ。アメリカはすでに約5兆円も出してるんだから。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。